みんなの麻雀塾ラブ&ピンフ、ちょっと待ってください、はい、この音楽、はい、インディスナイトじゃないですか。すごい、やるっきゃないインディスナイトじゃないですか。あ、聞いてくれたんですね、ありがとうございます。朝から晩まで聞いてやりましたよ。ありがとうございます。はい、はい、サバイブゼロの新曲、はい、インディスナイトがかかってます。はい、番組紹介の前にまさかの CD 紹介をするっていうね。うまい差し込み方が上手、はい、うまい。これどれが藤倉さんの声なんですか。あの一回番組紹介してからですよ。いいよ曲紹介しようよ。あのこの番組はですね、ワロフィーズの麻雀番組で聞いてる方、はい、そして僕らが麻雀の勉強をして強くなっていこう、はい、そういう番組になっております。はい、まずはメンバーの紹介からお願いします。はい、一応この番組の塾長ミサティこと藤倉美咲だっちゃん。はい、ですね、携帯で麻雀っていう漢字をやるといつも麻婆豆腐っていう漢字が似ててよく間違えてブログに書きそうになっちゃいます。45分間頑張るちゃん。はい、麻婆豆腐大好き。いやちょっとね、プライベートだったら殴ってるところです。なんで。あ、よかったです、番組中でこの悲しきでよかったですね。自己紹介しないと。はいはい、そしてお願いしますよ。と、在、な、僕、僕でーす。人のこと言えないじゃないですか。僕です。僕ですか。僕ですよ。僕の名前を知りたいんですけど。もう一回やります。じゃあ、東西南北、僕です。いや違うから、え、僕の名前を知りたいんですよ最初に。南北です。あ、南北さんですか。南北涼介と申します。よろしくお願いいたします。変わったチョンボヒメヤスピーじゃなくなりました。よろしくお願いします。吉川涼介です。吉川涼介です。よろしくお願いします。ちなみにマージャンなんでね、トンナンシャーペーって言ってほしかったんですけど、ね、トンナンシャーペーだったらこのペーになっちゃうんで。はい、そうですね。タトちゃんペーになっちゃうんで、完全にですね、はい、あのギャグを先行させた形で。そうなんですよ、はい、東西南北で行かせていただきました。はい、はい、そしてここからお笑いコンビのドラピンポンの僕が阿部洋平です。よろしくお願いいたします。阿部洋平なんでね、はい、さん、はい、よろしくお願いします。はい、そしてこれ今流れてるのがさっき言ってた、そうそうそう、はい、ミサティが所属するユニットのサバイブゼロの新曲インディスナイトです。あ、本当ですか。はい、聞いてくれました。前回私プレゼントしましたよ。はい、CD バッチリ聞きましたよ。本当ですか。すごい怪しい。いや、もうバッチリ聞きましたよ。いい曲ですよね、本当に。嘘でしょ。嘘でしょ。曲の宣伝中に、あの壁によかかってマネージャーさんが電気を消したんですよね。